古川電工グループの古川 AS は、先進運転支援システム ADAS 向け、周辺監視レーダの開発に日本で初めて成功し、新型マツダ CX-5 向けに量産を開始した。今回、世界トップレベルの検知性能と安定性能を持つ 24GHZISM 対後方周辺監視レーダの開発に成功し、本格量産を開始した。周辺監視レーダは欧州製が大きなシェアを占めていたが、日本製としては初の量産化で、車両の開発段階から柔軟に対応できるとしている。今回開発に成功した周辺監視レーダはパルス方式の採用で対象物を正確に認識可能で、さらに速稼働方式を工夫することでデータの安定性を高め、世界トップレベルの検知性能と安定性能を持つとしている。古川電工グループが持つ大容量光通信用機器や不感知対策システムなどで長年培われた信号伝送技術、高周波技術を結集応用した。同社では今後、検知性能、安定性などの向上に取り組むとともに、さまざまな車種に提案することで、2020年度に周辺監視レーダ関連の売上高100億円を計画している。